今日のコメント、ハルカットさんの動画を最近見始めたんですが、声も明るく性格も大好きです。早く復帰してくれますように待ってます。ああ本当に照れちゃうじゃん。ただいま。どうもハルカットです。皆さんアニポケは見ていますか？ゴーはポケモンゲット、そしてプロジェクトミーに参加するために悔しい思いもしながら頑張っていますよね。そこで今回はゴーの夢はやっぱり叶わない理由を改めて考察していきたいと思います。てか、ハルカットくんの推しマークってなんでこれなの？え？かっこいいじゃん。なんとなくだけど、わかりやすいよね。復帰もしたことだし、まずたくさんの方にこのマークつけてほしいね。僕をこれから応援してくれる方、ぜひ YouTube とか Twitter でこのマークつけてね。では関係ないけど、最近編集をたくさんやってるからか、めちゃくちゃ物もらいになります。痛いよ。というわけでよかったら最後まで聞いててください。最新版ゴーの夢はやっぱり叶わない件について、今放送されているアニポケはサトシとゴーのダブル主人公で、サトシはワールドチャンピオンシップスというポケモンの世界大会に挑戦中。一方ゴーは全てのポケモンをゲットするために各地方でのポケモンゲットを頑張っているんですが、同時にプロジェクトミュウという幻のポケモンであるミュウを探すために結成されたチームに入るために様々な試験を受けて頑張っています。ではなぜ今のアニポケを見た上で改めてゴーの夢は叶わないと思うのか。そもそもゴーの夢というのが全てのポケモンを捕まえてミュウにたどり着くことです。今回プロジェクトミュウで最終的にミュウと出会うことはできると思いますが、大前提の全てのポケモンを捕まえるというのはこのシリーズの残りの話数を考えるともう不可能だと思います。ポケモンの数は現時点で898匹、ゴーが現状捕まえている数は114匹、だいぶ増えましたが全ポケモンまではほど遠いです。ではプロジェクトミュウでミュウと出会い捕まえることはありえるのか。それも個人的にはない気がします。アニポケ視聴者的にも、あれ？全てのポケモンを捕まえてからミュウじゃないの？という疑問が残るし、その目的前にミュウを捕まえるのは物語的に綺麗じゃないし、いろいろ中途半端な感じがします。ゴーもまだまだサトシと比べると周りから未熟者扱いされていますしね。以下の理由から少なくても今のシリーズではゴーは全ポケモンのゲットもミュウに出会うことはできても捕まえることはできず、夢は叶わないと思います。やはり夢が大きいので、サトシのようにゆっくり何シリーズも時間をかけて夢を叶えた方が視聴者も納得しますしね。とまあこんな感じでゴーの夢はやっぱり叶わない理由についてでした。ちょっとの心越しダーチャン登録寿司子横さん、よろしくお願いします。では次の動画でせーのグッディー。